きなりフリーズからの信号緑で感電中で、今回のですね、闇のライダーたちの方の疑似連がスタートします。図柄が爪図柄で止められて、紫色のストロンガーマーク出ますよね。さあ、闇のストロンガー登場で4点敗。さあ、ここから何が起きるのか。あ、出ました。これがないとダメなんですね、このフルスロットルアタック。さあ、闇の軍団が出てきて、さあ、ハンドルを回します。これが楽しい。さあ、対戦相手がこのブンブン回すことによって、どんどん信頼度がアップしていきます。さあ、50を超えて64から70いきました。 70% で闇のアマゾンですね。さあ、3点敗。風車が回って、これはかなり熱いです。この風車が回るっていうのは大事なんですよ。そして今メーターは緑ですね、保留です。本当にここが赤やゼブラや金にならないとですね、熱くない。さあ、ここでもう一回出ました。さあ、メーターが上がっていって金になりました。ライダーパワーアップです。もうこの金のパワーアップの時点でもうほぼ大当たりじゃないかって言われてるぐらい最強なんですね。さあ、はい、大当たりしました。どうですかこれ。実はですね、夕方5時に、まあ1台空いてたライダーまだ6回当たって394回転の台で、おスイッチ8回転402回転での大当たりです。まあ、綺麗でしょう。もうライダーベルトのレインボーだけでワクワクしちゃうんですけれど、まあ、この初当たりはいいものが見れました。やっぱね、ハンドルをね、握ってブンブンやるやつがないとね、このライダーでは勝てないんですね。何のために役物でハンドルがついてるんだ。まあ、むしろここのところのですね、まあ、ウルトラセブンや仕事人なんかの、あの仏壇のようなですね、台枠じゃないんで、むしろライダーベルトの台は懐かしいんじゃないですかね。まあ、前のライダーの焼き直しだって感じで、もう無視しちゃってる人もいるんでしょうが、実はこの台、密かにですね、僕はですね、平成最後の爆裂機と呼んでるんですね。なぜなら、これ、継続率が 85% なんですよ。新フォギュアなんかと同じ 85% ですから、連チャンが20連、30連、40連する可能性は当然のようにあると思ってますから、強楽ならやってくれるんじゃないですかね。さあ、僕は座ってお水位決めたんで、もう周りのお客さんもびっくりですね。こんなお客さん、あなたの周りにいらっしゃいませんか。そういう人が僕だと思ってください。本当にいきなり現れていきなり当てちゃって、ずっと連チャンしちゃうっていう嫌な客なんですよね。さあ、バトルに入ります。闇のストロンガーとこのライダーたちの対決が、そのバトル突入の第一関門ですね。ここで加速の煽りが入ってくれればいいんですが、まあ正義なんて文字が出てます。これ、もっと赤くなったり大きくなったり、ビクトリーなんてプレミアムあるんですよ。こういう文字がガンガン出て加速していくんですね。はい、今上のメーターが赤くなりました。さあ、どんどん加速していくうちに、さあ、そのゾーンの先には、さあ、最終決戦、イケストロンガーライキック。これが要は新ホギアの最終決戦と同じなわけです。さあ、これで今エクストラで、まあ、右下にチャージするところがありますね。チャージのところに弾をどんどん入れていくんですね。これチャージが大事なんですよ。チャージが溜まったら、さあ、ストロンガー、これカットイン青だから若干弱いです。これ赤カットインだとですね、チャンスアップなんですが、当たりました。綺麗ですね。
レインボーで大当たりとーって感じですよ。撃破、これでバトル突入してくれます。保留5回転目ってことですね。ライダーボーナス、いやもうこれは新宝庫と同じで保留がそれぞれ独立で抽選してきますから、もう本当にですね、ここでとりあえず V をゲットする、これはお約束ですから、これから毎回買った後は V やりますし、さあ1回目って初めてね、ガロッポイ、あ出ました出ました、ここでフルスロットルアタックで昇格ができるわけです。さあハンドルを握ってアクセル全開、リミットが超えて超ライダーボーナスです。見ました、今レインボーのベルトが前に突き出て昇格を伝えてくれました。あっという間にもう先発超えてます。これね、仮面ライダーはやっぱりなんだかんだ言いながら2000発があるんですね。半分ぐらいはもう2000発なんですよ。ということは1回の当たりにつき平均して1000発はつくということで、やっぱ出玉が半端じゃないですよね。これ真相初日にですね、僕他のホールも見て回ったんですけど、もう夕方4時で3万発クラスの台がですねゴロゴロ出てるんですね。いやこれ本当に平成最後の爆裂期の名にですね恥じない、まあ、連チャンパワーと出玉能力を持っていると僕は思ってます。さあここで今こう左端に車が出てくる煽りありましたね。あれ車がゴーンと出てくると、ダブルライダーゾーンという、こう2人で戦うゾーンになるので、これはチャンスアップですね。これは単純な加速です。さあ緑の加速からの、まだ稲妻も赤になりました。さあ加速が赤になってかなりチャンスアップです。ただまだメーターは青のままですから、ここからシルエットが出て、まあ、対戦相手が仮面ライダー2号ですね。なんかライダーパンチぐらいじゃ倒せないんじゃないのって思っちゃいますよね。赤の加速だけではちょっと弱いかな。ああもう簡単にこんなに跳ね飛ばされちゃって弱い、ライダー2号は弱かった。さあまだまだ補充はありますから、2回転目のチャンスを期待します。これ本当にですね、時間稼ぎといってはなんですが、疑似連が本当に長く続くんで、もう相当な回転数回ってるだろうと。これ辺はあの魔法少女マドカマギカなんかと同じよう、疑似連の達者な強楽ならではの演出ですね。さあさあこの疑似連でどこまで加速するのかな。さあこれもプロシルエットからですから、7点敗出ました。仮面ライダーブラック登場でプレミアです。いやこの7点敗は予想してなかったですね。ライダーキックでストロンガーと2人で勝利です。いやもう仮面ライダーブラックが出てくる時点でプレミアだということを皆さん、なんとこのライン2連目でやってのけました。超ライダーボーナスでまた2000発です。いやこのスペックでよく2000発を取れたなって思っちゃいますよね。しかも 85% 継続ですから、これが本当に 2,3 連で終わっちゃうようだと相当やばいとって逆に思いますね。割と新保険みたいに5つの戦いが最初に明確になるっていうわけじゃないんで、誰がどこで出てきて誰と戦うかっていう部分はですね、まあ本当にこうやって予告が始まらないと、これすごいでしょ、保留1個でずっとここまで演出全部してるんですよ。さあここで煽りが起きて、
日本が転敗しました。これでダブルライダーですから、あ、今見ました、左右にタマちゃんとタヌキチ君がいたの、これもプレミアです。もうこのプレミアが出た時点でこの次の保留連も確定してるんで、もう余裕で見てられます。さあ対決相手がタマちゃんです。いや、この台が調子がいいなっていうことがこのプレミアの出現でよくわかりますよね。さあアマゾンとライダー X で合わせ技いきますよ。はい、勝利です。でこんなに勝っちゃっていいのってぐらいあっさり勝ちますよね。ライダーボーナスだと出玉がかなり少なめではあるんですけど、まあまあ半分以上は2000発になってるんで、そんなに出玉が少ないっていうほど文句は言わなくていいかなって気はしますね。さあ出ました、これがレッドゾーンですね。やっぱ保留連が確定しているんで、こういうラウンド中にこういう演出が見れます。さあこのレッドゾーンで失踪中が終わると誰と誰がリーチに登場するのか。いや、前の仮面ライダーシリーズのですね、映像とかもうまく使ってますし、まあ使い回しの焼き直しだって言ってしまえばそれまでですけど、なかなかね、冬のソナタリメンバーにしろ、この仮面ライダーフルスロットルは闇のバトルバージョンも出来がいいですよね。京楽さんやっぱ生半可な開発者のレベルじゃないなってことをですね、つくづくこのリメイクを見るたびに思わされます。いや、手抜きとは絶対言わせないぐらいですね、よくできてるんですよ。映像もいいですね。当然ここからですね、まあ出玉はもうパッと見れば5000発超えてるわけですから、このレンちゃんはまだまだ続くぞと。超ライダーボーナスの2000発ってのは大きいですね。でもし1500ぐらいに抑えていたらちょっと人気が出ない可能性はありますよね、まあ、この辺やっぱり2000発は出したいっていう、まあ、切なる思い。マックスタイプの頃だったら全然また違ってるでしょうね。本当に2400、2500は当たり前だったでしょうし、継続率 85% もそれに通ってたでしょうし、まあ、85% の弊害が、まあ、出玉に若干少なめになっちゃってるところはありますね。でまあ、1回先発だと思うと気が楽です。さあ、本当にね、京楽さんは疑似連だったこういう、まあ、細かい演出とかで一体どこまでが予告でどこまでがあれなのかもわからないし、一個の保留でどこまで演出するかもわからないぐらいですね、長々と見せてくれますよね。ああ、もう5700出てるんですね。さあこのバトルはどうでしょう。まだ青です。赤になった。赤の加速は熱いですよ。さあ上のメーターがストップしてましたね。ライドル一刀両断、ちょっと心細いですか。見事撃破です。プレミアが出た後なんでこの辺りは確定していたということなんですよね。この
ライダーの当たった時のトーっていう声と、レインボーのベルトが突き出る感じと、このレインボーの V という派手なことに関しては強楽は任せておいてくださいって感じがしますよね。はい、また赤の加速です。皆さんこうやって順番にですね、どういうのが熱いかどうかを覚えていってください。当然ハズレも取ってますんで、ライダーマンは武器がマシンガンアームですよね。さあ敵も、敵も闇のライダー X って感じですけど、さあライダーマンは簡単に弾かれて負けちゃいました。いやこれ本当にですね、味方がライダーマンだとまず勝てないと思ってていいですね。あと、X も弱いですし、アマゾンもね今一つ期待できません。とりあえずは2人タッグで出るということが条件。あとまあ1号と2号が合体してあのアクロバティックな技を繰り出すとか、その辺ぐらいをちゃんと期待してみてないと。あともうストロンガーですね。最終決戦は全部ストロンガーですから、ストロンガーが弱い台では話になりません。アマゾン、さあアマゾンは強いか弱いか、まだこの時点では毎回外してますから、どうでしょう。大切だ。あーダメですね。これも本当に新宝業と同じで、ここは一回負けちゃったよという感じですよね。左隅に青で2って見えるでしょ。これがあの現時点での保留なんですね。でこの保留をですねちゃんとこう補充しながら打ちながらですね、今4にしましたね。これがねすごく大事な気がするんですよね。これスペック的に言うと4回の核変に、まあもう1回その時短がですね4回作ったことで残り保留4個をつけておくとですね、これでよく当たったんですよ。つまりですね5回のチャンスと言いながら、まあ、要は4回の核変と1回の時短で5回チャンスがあると言いながら、まあ、4回の時短がつくんで8回のチャンスの中で7回目8回目で当たることがかなりあったんですね。とりあえず補充は減ったら入れておくという感じで補充し続けていってみました。まあ、これがいい結果につながってくれればと思うんですが、まあ新装初日ですね、まあ朝から20連ぐらいしてその後ハマっちゃってる台もあったりするんで、お客さんも手探り状態だと思うんですね。そう闇の X が出て最終決戦ストロンガーです。さあチャージします。さあそろそろチャージが完了しました。この後のカットインが大事なんですね。さあどうでしょうか。赤です。これは勝てるでしょう。ここで赤でカットインがあればまずバトルは勝てると思っててください。出ました。ストロンガー大当たりです。まあ本当にですねストロンガーが出た以上はこの決戦で勝たないとバトルは終了してしまうという流れですね。いやなかなか快調な出だしですね。これ本当に夕方5時に、まあ強楽だからな、45の倍数としても405回転か450回転ぐらいで当たればという感じでその394回転の台に座ったわけですが、まさかの402回転スイッチ8回転で当たるとは思わなかった。さあまた昇格です。もうこれがあるとないとで大違いですね。これで2000発確定になるっていう部分がですね大きいですね。
このですね、気持ちがいいんですよ。もうベルトの着て方だとかタイミングとか、まあ、気持ちよさとかそういう部分ではなかなかですね、京楽さんはもう慣れたもんだなって気はしますね。さあ、闇のアマゾン相手に、さあこっちは誰だ。この今のタイヤで画面をずっと押す煽り、これが成功してくれるとですね、ダブルライダーゾーンに入るんですけどね。まあ煽りも含めて、こういう煽りも含めて、まだ保留1個でずっと見せ続けているということを皆さんは理解しておいてください。ああ、転敗せずに終わって、こういう終わり方を繰り返してると5回があっという間って感じになっちゃうんで不安になるんですよね。さあ緑、それからの赤です。さあ加速が赤になりました。これは転して、これ黒に白のシルエットとか白に黒のシルエットとかでどう違うのかって感じですけど、さっきプレミアのブラックが出てきましたからね、逆の時に。白に黒のシルエットでは意外と相手弱いやつがこっちからしか出ないのかなと。ちょっと不安な。 X は跳ね飛ばされて負けと。このバトル一応負け続けてて不安ですが、ああ今いたしました、ダブルライダーゾーンに入りました。これが大事なんですよ。このね、バトル中にダブルライダーゾーンに入るかどうかで本当に信頼度は大きく変わります。そして後ろで赤の加速ですね。いや、ここまで来るとなかなか怖いものなしって感じになってきますね。ああ、いいですね、ダブルライダーゾーンが見れました。そしてシルエットはまあ黒ですけれど、さっきお話した1号と2号の登場です。さあ1号と2号の合わせ技ですね。運動会のような無茶な流星ダブルグライダーキックですね。これは当たるでしょう。はい、吹っ飛ばして大当たりです。撃破。どうですか皆さん、だいたい大当たりへのプロセスはもう分かったんじゃないですかね。いや、もうこの V が出てる時点でちょっと嬉しくなりますよね。しかももう気がつけば出玉結構いっちゃってますよ。表示8000発超えてますからね。で下に今6連中で超ライダーボーナスが4回、通常のライダーボーナスが2回という表示が出てます。まあ8000発以上は確実にあるという安心感が出てます。さあ戻って起点牌、ここでライダー2号、このパターン珍しいですね。また別のパターンが見られました。ちゃんと一人で見栄を切って登場です。
あどうでしょう、技的には弱いですけどね。あ、弾き飛ばされた、飛びすぎでしょう。ダメか。さあ次のバトルは、ああだん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 加速してきましたね。さあ緑になって、赤になって、さあ赤の自連からの加速で、まだ上のメーターは青でしたね。若干不安なライダー1号、ライダーキックどうでしょう。これ多分そうですね、仮面ライダーブラックが出てきちゃうってのもあるんで、本当に1号や2号が単体だとこのバトルでは勝てないっていうことがなんか分かってきましたね。本当にさっきの1号と2号の合体技しか勝ってませんからね。さあ、続いて、相手は闇の V3 ですね。まあちょっとこの 闇の体勢でも、この V3 のダブル台風っていう、そのボタンの長押しでベルトをですね、実はですね、もうこのリーチというか、この予告がバトル中に成功した試しがないんですよね。だからこれが出たらもう皆さん半分諦めた方がいいんじゃないかなって僕は思うんですね。本当にあのベルトがビューンとそこで回ってバッて勝利っていう感じもないですしね、まあ、ガロなんかで例えば新音リーチ抜かせだとか、なんかその剣がね煽って剣にならないで結局終わっちゃうっていうのもちょっと、さあメーター若いになっていよいよラストチャンスですかね。対戦相手は V3、 闇の V3。 さあ最終決戦ストロンガーです。これは負けちゃいけない。チャージをします。チャージ完了。さあどうでしょう、カットインは青ですね。いや若干不安ではありますね。これはおお意外に勝っちゃうじゃないっていう気持ちに、ね、なってくるんですね。これ相手が誰だかっていうのもある程度その力関係があるのかどうかも分かりませんけど、いやストロンガー強しです。いや真相初日にいい感じで連チャンしてくれてますし、まあ出玉もですねこうやって淡々と当ててるようでも気がつけば1万発近くになっちゃうわけですよね。さあ、ゲットして、さあこのもうバトルシーンの繰り返しになるわけですから、本当にあのシンフォギアのですね5つパネルの中に例えば1個ぐらい絶唱が入ってるかとか、そういうドキドキ感っていう部分はないんですね。ただ加速が始まってからのこれは真ん中7チャンス目の加速の方ですね。あの色変化ではなくて7がどのくらい真ん中に止まってビジレンが続くか、
さあこの黒シルエットが誰なのか。V3 ですね。さあ V3 はどうなのか。まあ本当にあのアマゾンや1号2号も X も弱いですけど、 V3 のベルトがやっぱりダメですね。最初から弱いキャラクターとして設定してるんでしょうか。でも時間稼ぎでこういう感じなんですかね。いやなかなか最初勝たないなっていう印象です。まあ闇のライダー軍団対その正規の仮面ライダー軍団なんて、本当にあの京楽さんがですねウルトラセブンの本当にそのダークな世界の闇のウルトラマンたちを作ったのに、なんでまあパチンコ場の演出として理解ができるんですけれど、まあこれはこれでありかなって気はしますね。敵がはっきりしちゃうと、本当はいろんなこう敵を出してきてですね、いろんなあのシリーズでは八女だとかね、コウモリ男なんか出てくるんですね。さすがにもうそういうのではないのかなって気は、オリジナルのね高精度のアニメを作る部分でそこになっちゃうような気がします。さあ保留がなくなりますよ。ああ来ました、ダブルライダーゾーン入りました。これがもう本当にあるかないかで大違いですから、これは期待が持てます。さあ今度のダブルライダーは誰と誰でしょう。さっき1号と2号が出てますから、違う組み合わせだと面白いんですけど、今度も1号と2号ですね。でもまあさっき勝ってくれたから2人なら強いんじゃないですか。いけ、さあブーンと回りました。いやこうやってですねちょっとチャンスアップのように風車が回ってくれるっていうところもちょっと心にくいんですね。音もいいですし、さあ流星ダブルライダーキック決まるか。はい、取りました、撃破です。結構いい調子じゃないですか。右のアタッカーを狙え。あ、出玉表示がもう1万発超えてますね。ちょっと引けてる感じがします。そして黒に白でストロンガー、もうストロンガーの対決はどこで出てきても最終決戦ということになっちゃうんですね。さあチャージして、どんどんチャージします。チャージは下のチャージアタッカーに弾を入れるようになってます。まあ本当この台だと右打ちがずっと続くので、トイレ行く時間がないなって感じですけど、本当にそういう不安を抱かせる連チャンをしています。ああまたレインボーですね。ストロンガー強い、いいぞ。もう本当にですね結構仮面ライダー過去にもいい思いをしてるせいもあって僕は好きなんですよね。真相処理にこんないい台に座れるなんてっていう風にあります。まあ、他のホールでですね本当にあの5000円ぐらい打って2500円ぐらいで当たって2500円入れて5000円マイナスでやめるって感じで単発2回を引いちゃってるんですけど、まあ好調台は最初からこうやってバトルに入って連チャンしてくれると思ってますから、下手な台粘らない、僕の実戦が粘らないということが勝利につながっていることをよく知ってたし、わあもう9連チャン目ですね。自分で驚いてますけど、5時45分ぐらいですか。も
もうすぐ6時になろうかというところですね。さあダブルライダーゾーン入りました。いや1時間当たりっぱなしですよ。こうやって疑似連とかで時間稼いじゃうから、めちゃくちゃ連チャンしてる上に時間かかってるんですけど、まあもう時間の長くかかっても気にならないですから、なんかうまくできてるなって気はしますね。さあダブルライダーで登場するのは今度は V3 とライダーマンのコンビですね。繰り出す技はさあ V3 は羽を広げて、ライダーフォワーシューティング、まあアームがマシンガンですから、二人が合体して羽の上からマシンガンですが倒せなかった。あダブルライダーゾーンで外れましたね。ちょっと今の負けはちょっと予定内で不安になってます。さあここで敵側の爪が図柄を止めてフラッシュで入ってくるのが敵側のあれですが、メーターは赤でストロンガーの最終決戦になってしまうんですかね。さあどうでしょう。さあチャージします。いや何回見てもよくできてますよね。弾結構6、7個以上入るんですよね。ずっと打ってるんで、まあ今保留が左隅に全となって、このあと時短の4回転分もまあ右打ちということで当たる可能性はあると思っててください。はい、1大当たりです。これで午後6時になりました。1時間で10連チャン、腕玉は余裕で1万発を超えてますね。いやいいライダーが出ましたね。12,402個表示ですけど、まあ僕の打ち方もあって出玉的にはまた1万発ショットぐらいだと思うんですが、まあ上出来です。さあ10連チャン確定。さあここでフルスロットルアタックが出て超ライダーボーナスに昇格です。アクセル全開、これが楽しいんですよね、まあ、両手握れないんですね、カメラ持ってるんで、まあ、右手だけでアクセルぐんぐん回して快感を味わってます。さあ次の敵は闇の1号。さあもう何気に10連チャンしてますから、僕の中ではかなり余裕ではあるんですね。あ37がロックされて337赤加速に入りました。これは熱いかな。やっぱ1回2000発の超ライダーボーナスがこれだけあると出玉もそんなに貧弱じゃないですよね。これライダーマンは当てられないな。これは厳しいでしょう。ああ跳ね飛ばされた、残念。さあ次のバトルはストロンガー最終決戦ですね。
なんとか11連チャン前に入ってくれれば、この後がまた見えてきます。さあ、チャージ完了。ここから、カットインが、うん、青か。でもまあ、青でも結構当たってるからな、なんて気持ちになってきてはいます。何が大切なのかっていうのはまだ決めかねてる部分ありますね。まあ、気持ちよくレインボーで勝利して撃破です。ライダーボーナスって出た後に右打ちをしろというと上が出る。この流れが僕ちょっといいかな。まあ今まで打ち慣れた方もみんないろんなところで V を見てますけど、なかなか仮面ライダー V 入賞の演出もいいですし、こうやって11回目とかなんとか出るあたりもガロっぽくてですね。さあ、メーター赤で赤加速。さあ誰が出てくるのか。ストロンガーでもう早々に最終決戦になっちゃいましたね。ああ、これは回転数的に言うともう6回転目になってるから時短というべきなんですね。時短中に果たして当たりを引いちゃってるんでしょうか。当たってました。いや、これよくわからないけど謎だな。 4.8 分の1で当てるこの確変中の右打ちなんですけど、なんかむやみやたらと当ててくれるなって気は僕はしますね。さあ、無事大当たりしてくれました。もう12回目ですよ。もう表示は1万5000発に近づいてます。ほら、6回転目でしょ。時短ですよね。こういう当たりが随所に混じってるおかげで、もう連チャンがめちゃくちゃ続いちゃってるのかなって気はしますね。さあ、ダブルライダーゾーンで、今度のコンビは誰でしょう。やばい、さっき外したライダーマンと V3 ですね。いや、さっきあっさり外しましたもんね。そう、跳ね生やしてマシンガンで上からライダーマンが攻撃するライダーホバーシューティングですね。さて、この攻撃が成功するのか。うわ、失敗した。うわ、このコンビ勝てないな。そして今ベルトが出ましたね。これずっと光の加速の果てにですね、ベルトが出てきたんで、これ当たるんじゃないかなと思って回してます。そうするとこれもですね、さっきと同じライダーホバーシューティング攻撃です。これは当たってくれんじゃないと思っていたら、これも外れます。負けちゃいました。 V3 全然強くないぞ。皆さんどうです。もう3回目ですよね、こういう V3 とライダーマンの攻撃でしくじって、しかも予告は結構厚めだという。うん、 V3 までは信用できないんですね。
さ、赤メーターでストロンガーに行くしかないというところですね。さあ、チャージしてストロンガーのパワーを溜め込みます。カットインはこれは当たってくれますね。ストロンガーなら当ててくれるでしょう。あ、やった。さすがにここで当ててくれないと厳しいですね。本当ストロンガーだけは負けてはダメだということです。これでもう13連ぐらいになるんじゃないですか。もう6時を回りました。まあ島で20連チャンぐらいしてる台も他にあるんで、まあ見劣りはしないとは言いながら、この台ますますいっちゃいそうだなって感じですよね。さあ、アマゾンとライダー X で金攻撃で倒せました。あ、やっぱりこれライダーパワーアップじゃなくて金が強いですね。あ、これは勝ちとしては想定外のアマゾンとライダー X が金のオーラをまとって当たってましたよね。これは意外と熱いパターンと思って覚えておかなきゃいけないですね。いやいや、これ順調にこのまま連チャンが続くとなると、これは今日はすごいことになりそうですね。はい、15連目です。そしてここでまたフルスロットルアタックで昇格です。まあ2000発がこれだけ入ってくると本当に表示とあまり変わらない個数になっていくってことで、今1万5000発がもう逃げてきました。超えてるのかな。いいタイミングでライダー出てくれました。これあんまり売れてないって言うんですが、少ないホールだと5台ぐらい、多いホールだと12、3台から20台入れてますんで、皆さんチャンスはあると思いますよ。少ない店でも3万発ぐらいすぐ出てますんで。さあ、このダブルライダーゾーンが赤まで行きました。さあ、熱いですね。ここから今誰と誰なんだ。ダブルライダーを走れた一つですね。さあ、逆パターンです。黒に白シルエットですから、若干チャンスアップなんじゃないですか。1号と2号が登場で、さあ叩き回してからの流星ダブルライダーキック炸裂です。いや、これ1号2号の合体は結構順当に当たってますよね。2人は強い。やっぱり1人じゃダメだけど2人なら結構強いという設定になってるようです。他のコンビよりはやっぱり1号2号のコンビ強くできてますね。9時半を過ぎて16連チャンですよ。もう止まらなくなってきました。いや、こんなに連チャンしちゃっていいのかなと思うぐらい連チャンしますよね。16連チャン、今週の月曜日10月1日の寝台です。保留2回転目で当たってましたね。さあ、次はメーターが赤いっぱいになって、またゾーンを突き抜けろ。ここでストロンガーです。これは勝たなきゃダメだぞって感じですよね。
これ打っていくうちにですね、本当になんかある程度いろんな法則が見えてくるんですが、通常時でも要は決戦リーチでトリプルライダーになれば大当たりが濃厚だったりとか、まあ、いろんなシステムが一番、この格闘のバトル中の法則としては最初に出たあのタマちゃん覚えてらっしゃいますか。要はそのタマちゃんなど要するにプレミアがラウンド中にですね、例えば 2,3 回出ることがあります。前だと本当に1回でいいのにもったいないと思うんですけど、出たプレミアの個数だけ保留連チャンが確定しているということで、まあ、本当にあの保留3連もあり得るという、3回プレミアが登場して3連、さっきなんかは本当にある意味2連ですよね。2回、タマちゃんが出てきて VS にまたタマちゃんが出てっていう感じで、なかなかですね保留連が確定する演出が憎いですよね。だから無駄なプレミアの無駄遣いがないという。さあこうやってまだ昇格して2000発なんで出玉はどんどん増えていって、まあ気がつけば2万発表示超えてます。いやーライダー連チャンしますね。初日にこんな連チャンしちゃうとこの先怖くて打てなくなっちゃうんじゃないかって気がしますよね。見てると本当にすぐ負けてすぐ終わっちゃうっていう台もあるんで、ああそれはもうよくある突入率の部分で偏るとダメな日は全然入らないな、まあ、ダメな日はすぐ連チャンしないなっていうのがあるんで、割とそういうあれにはもう慣れてるんですね。新花の刑事あの漆黒の衝撃だとかですね、まあウルトラセブンとかもそうなんですけど即負け多いじゃないですか。まあ、本当に即負けの多い分だけ、要するに長い連チャンへの貯金ができてる、まあ、そう思えば少しは気持ち的に楽なんじゃないですかね。さあもう18連しちゃってるんですね。そこでまだまだバトルが続くってどういうことって感じじゃないですか。どうですかこのバトル。まあ、本来のライダーファンからするとですね、ほとんどあれに近いですよね。あの戦国無双の伝統バトルのように本当にその夢の戦い、だからこれはまあ本当に闇のライダー軍団との夢の戦いだと思っていれば、数も同じ数だし、味方側にブラックがもし8人目で登場してくれるとすごい強い味方だし、さあここでダブル台風今度こそ成功するかな。全然ダメじゃないですか。これ本当にダブル台風で成功した例はあるんでしょうか。なんか外れパターンとして絶対定着してっぽいですよね。何かがあればベルトが変わるのかな。ベルトのあの赤いオーラっぽいのが途中でレインボーになったりとかするんですかね。さあストロンガーとの対決になっちゃいました。もう少し頑張れば20連です。さあもうここでレインボーですね。やりましたストロンガー覚醒です。もうこれで大当たり確定のライダーキック、えらい気合入ってますよね。これがライキックっていう必殺技なんでしょうね。雷のごとく親相撲を浴びたストロンガーが撃破しました。今撃破の文字もなんか金色だったような気もしますけど、本当にいいところでプレミアが見れましたね。さあ淡々と連チャンが続いています。もう本当に最小限度に編集しててもこれぐらいの部分はですねちゃんと入れないと本当に連チャンしたのかなんていう人もいたりするんで、もうお見せするしかないんですが、いやもう19連目ですよね。表示も22000、ここでまたフルスロットルアタックで昇格して2000発になるんで、まあ、余裕で2400発、表示の出玉も2万発を優に超えてるという、
いやいや、これは桁外れの爆裂機に出くわしたなって感じがします。もう最初のセブンの連チャンで1万6000発ぐらい出した時よりもなんかこの2万発の方があっけないなって気がしますよね。さあメーターも赤で、ストロンガーで最終決戦です。もう負けるときはこれしかないんだなっていう感じで見ちゃいますよね。もうさっきから本当にストロンガーが強くてこの台20連チャンしてます。しかも出玉も2万発超えてます。ということは他のホールで見た3万7000発とかそういう台は朝から20連30連したってことですよね。いや、もう連チャンがこんなに味わえるんだったらまた打っちゃうな。最近本当にですね、多くの方がやっぱ連チャンこう経験が減っちゃって連チャンに飢えてるっていう感じがお便りを見てても感じるんですね。でなんか本当に若干連チャンは強いけど出玉が少ないやつを選んでいってる方も多くて6000発ぐらいとかでも満足だったら僕はもうそれで十分だと思うんですよ。本当にあの5000発6000発ぐらいをマックスだと思って打ってる方が僕はね大やけどしないですね。だからあんまり大金を投じないでそういう出玉を取っている方を高く評価します。パチンコはやっぱり負けていくとですねどんどん気持ちもネガティブになるし終始に本当にあー20連チャンここに来てちゃんと20連出ました。本当にねあのパチンコはねちょこっとつっても勝ち癖をつけていくことで好きになるし気持ち的に楽なんですよ。まあああやって勝ったんだからとかこういう勝ち方があるんだからってことを知るだけでいつも負けて当たらないこんな熱いのが当たらないとか言いながらずっと文句を言い続けてる人ってずっと当たらなかったりするんですよね。やっぱ不思議なものですよね。僕なんかもこんな弱いのじゃ当たらないだろうって思ってて当たっちゃったりすることが多いからもうこれも当たるわとか思って何でも当たるような気になっちゃうと意外と当たってくれるという。さあライダー1号2号登場でもう本日これ5度目ぐらいじゃないですか。ダブルライダーで本当にこの1号2号がしっかり戦ってくれてます。さあこの1号2号の流星ダブルライダーキックは強烈です。これは当たってくれるよね。はい、ショーです。なんか一瞬レインボーにならないから外れたかと思っちゃいましたよね。こういう感じの当たり方があるのはいくつか見れたんでもう皆さんも慣れてきたんじゃないですかね。ライダーボーナスもいいですね。ボーナスってところに横文字にしなかったのが僕また好きなんですね。なんかライダーが、まあ、本当にあの子供の大好きなライダーの世界からはみ出ないような感じでギリギリ抑えてるかなって気はします。ああ保留3回転目で当たってましたね。まあ、本当にあの何回転目かにしろストロンガーが出ると最終決戦で決着がつくんだなっていう感じがしますね。ああこれは珍しい次回漆黒の超バトル、もう次回予告が出た時点で相当大当たり濃厚だと思ってます。さあ今度はちょっと弱めの V3 とライダーマンの例の合わせ技ですね。いやこれが外れちゃうようだと次回予告も弱いってことになっちゃいますよ。さすがにこれは当たるでしょう。さあどうだ、やっつけちゃいましたね。いやお見事、久々に V3 のいいところが見えました。勝利です。してくれるともう文句言えなくなっちゃいましたね。これ日本中でですねこの仮面ライダーフルスロットル闇のバトルバージョンが結構爆裂してて
まあ、お便りの中にもですね、もうあの一番パチンコランドに早く来たお便りだと、名古屋の先行導入の本当に早々ですよね、37連チャン、今の数字が37回目というパチショットとともにですね、お便りが届いて、うわ、37連もするんだと驚いたことがあります。さあ、これもベルトが出てきてからのライダー X とアマゾンのダブルライダー攻撃になりますね。ちょっと変わったパターンでのダブルライダー攻撃ですね。アマゾンも、ここで上から投げたアマゾンの見事な技が大当たりは、そうか、 P フラッシュが鳴ってたんですね。意外と P フラッシュ鳴ってないことのが多かったんで、今カメラが初めて映したんじゃないですかね。いや本当にですね、セブンなんかはカスタマイズしてると嫌っていうほどエアーバイブや P フラッシュが見れるんですけど、意外と今回これで約20連チャンぐらいしてる場合にはまだP フラッシュが鳴ってないぞっていうノリはあります。さあ、当然 P フラッシュが鳴ったんで、この辺りは超ライダーボーナスに昇格しますよね。スロットルアタックでハンドルをギュンギュン回して昇格です。この演出が楽しいですよね。いや、ハンドルが壊れずにまだ残っていたという喜びがありますね。V3 が出たのが2013年の暮れで、この V3 が大ヒットしてた時にですね、この11月の末ぐらいだったかな、第2週ぐらいでルパンの消されたルパンが登場したんですよね。それで V3 の人気をいきなり下降線をたどってですね、お客さんがルパンに流れて、次の年2014年は丸1年間ルパンの年になったと言っていいぐらい、本当にですね、下克上が起きてしまって、まあある意味その頃ですね、平和さんはもうルパンシリーズはこれが最後だなぁと、開発者の方もですね、これでもうルパンが受け入れられなかったらルパンは終わりだと諦めかけていたルパンが消されたルパンだったんですね。もう鼻血が出るほど計算し尽くして作ったタイマーがパチンコ業界に革命を起こしました。もう今タイマーの出ない台って逆にないぐらい、どの台にもタイマーつきましたよね。本当にですね、消されたルパンのタイマーっていうのがパチンコを変えたと思っていいでしょう。だ、当然1年間大ヒットして生産台数も20万台いく大ヒットになって、名古屋の前と北店という2000台のホールのオープニングで200台もルパン、消されたルパンが入って200台が初日から満席だったっていうのがですね、やっぱりですね、時代を作る台っていうのはあるんだなってことを僕は痛感した覚えがあります。だ、そういう意味ではその時にですね、ひっそりと影を潜めていった V3 の流れの中でライダーシリーズは本当にある意味貧乏くじを引くなっていうのが僕の中にあるんですね。それはなぜかというと、最初に仮面ライダーショッカー全滅大作戦というのがあったんですが、これが出た時はもうどこのホールさんもですね、これが本命だと大量に導入してですね、仮面ライダーを結構メインのところに置いたんですね。ところがですね、お客さんが座って朝から満席になって、玉が出てるのは三強の高田久美さんの代と乳銀の初代の花の刑事だったんですね。もう花の刑事が本当に倍ある、仮面ライダーの島の倍のドル箱を積むようになって、もう常連さんも開けば花の刑事に座るという感じで、花の刑事が一気にですね、大ブレイクしたのを僕は覚えてます。もう2006年ぐらいの出来事だっていう気がするんですが、まあライダーはそこからですね、本当になんかついてないなっていうぐらい、まあ出るたんびに何か強敵が現れては、なんかライダーがこうひっそりと頬の片隅に行ってしまうという印象なんですが、まあ僕はなんかそのライダーいろいろ出ますけど、みんなそれなりに勝ってるんで、そんなに悪い印象はないんですね。ただやっぱりね、
消されたルパンの甘さにはかなわなかったかなという気はしますね。もうミドルで出てそれに当たるライダーですら、消されたルパンのあの当たり方は尋常じゃなかったなって気はします。そこでもう本当にあのバトルがずっと続くんですけれど、パターンがある程度皆さんもう分かってきたんじゃないですかね。とりあえず加速が赤になるかならないか、そして上のメーターが赤になるかならないか、そしてまあ最終決戦に行った時の最後のカットインが赤かどうかという、まあ、チャンスアップとしてはそんなところですかね。さあここで X が金色のアマゾンを流して敵を撃破ですね。いやもう乱暴な技ですけれど痛快に勝利します。さあここでもう結構なところに来ちゃったかな。もうね7時半ぐらいになっちゃってるんですよね。だからもう打ち始めて、2時間半以上は経ってるんですけれど全く終わる気配がありません。継続率 85% って25連チャンなんて手のパッパって感じで連チャンしてますよね。いつもあんなに苦しくて 3,4 連で終わってしまうパチンコ台とは思えないぐらい連チャンが続きます。もうこうやって同じようなパターンが続いたからって飽きたよなんて贅沢なことは全然言えなくて、パチンコ台は連チャンしてなんぼっていうのがもう僕は25年間言い続けていることで、ヒットする台はやっぱり連チャンしてこそのヒットだという思いますね。だから球が出ないのに人気が出るとは相当な台だと思います。やっぱり出玉がついてきてこそ、そして連チャンがあってこそだと思いますね。さあ赤チャンスメタルの疑似連、これある意味その赤の疑似連自体がもう価値が思いっきり薄くなってしまったところで、割とライダーに関して言えば赤の疑似連を強めに持ってきてくれているところがですね、また一つ革命を作る可能性はあるんじゃないですかね。これでたまに外れるじゃないですか。まあそれはそれでありとしても、まあ赤でこうやって最終決戦の文字もですね、炎がついてくるチャンスアップだということも分かり始めますし、ああところどころにチャンスアップあるなと。さあこれで文字までチャージ完了します。もうこの繰り返しですが、この最終決戦の結果次第で、ああ、カットに出ますね。もうこれは勝ったでしょう。これ見ると最初のですね、最終決戦の文字の周りの、炎の揺らめきというか、オーラが大きいっていうのも一つのチャンスアップだということがよくわかりますね。まあ26連目もしててですね、やっと気づいたってところもあるんですが、若干ところどころにチャンスアップはありそうですね。ライダーボーナスまた当たりました。もう見てる方もいつまで当たるんだって感じだと思うんですが、まあ2時間半ホールで当たり続けてるに関してはちょっと異常な感じがしますよね。だから他の台が、僕が当たってる時にも当たってたやつが連チャンが終わっちゃって静かなと、他の台が当たって他の台がずっと連チャンしてるのと僕がシンクロしながらずっと当たってるっていう感じ。とにかく僕の台だけがずっと3時間近く、ああもう3万2000発表示ですよ。もう3万発が見えてきましたね。これはなんかどでかいことが起きそうだぞってぐらいですね、ちょっとすごいことになってきてます。さあライダーマンと V3 のまた羽をひらひらさせた攻撃になりますね。いやある意味ライダーこの時期リメイクでひっそりとデビューしたわけですけど、意外や意外この連チャンに見せられてですね、あの消されたルパンが登場した時みたいにどんどん増大する可能性はあるんじゃないですかね。この台多分お店も10台ぐらい入らないと採算が合わないと思うんですよね。となると
やっぱり台数を増大していくことによって利益も取りながら爆発も見せられるという感じで、明らかにですね、5台ぐらい入ったホールに3台ぐらいが30回以上出ちゃって、3万発出ちゃってるっていうのを目撃したんで、まあ、そういう台が出ちゃうとなるとかなりお店としては厳しいものにはなりますよね。皆さんこのパチンコ業界は当然お店のことを考えてメーカーは台を作るわけですから、この台はお金を据えますよっていうことをセールストークとして営業マンは台を売っていくんですね。だからこうなってくると、例えば本当に売り上げの厳しいメーカーさんとかはですね、まあ今ちょっとハートが見えましたが、ハートがパンと割れてですね、昇格するっていう合図でもあったりするんですね。それは後ほど見れるとは思うんですが、さあこれ炎がついてないですね。やっとこの差がで分かりました。最終決戦のそのタイトルのところに炎があるかないか、その炎の代償でまた信頼度が違ってくるということが、分かりました。だからさっき言ったメーカーさんの話なんですけど、例えばメーカーさんでですね、人気がないなとか最近つまんないなっていう台は当然ですね、たくさん台が売れるわけじゃないんで、ホールさんにですね、たくさんお金を据える台を作るわけですよ。だから本当にそのデータで渡すときにですね、この台はこれぐらい1日にお金を吸いますからってことで売るわけですね。だからもう悪循環ですよね。人気がないのに当たらないから人気がもっと下がっていくっていう、そういう悪循環の中で消えていくメーカーもあったりするんで、まあ皆さん薄々感じている方もいらっしゃると思うんですけど、逆にですね、ちょっとしたメインの台がこうある程度台数が売れるようになってきたときに、抱き合わせといって本当にそうやってお金を吸うための台だけを出し続けていったところが逆パターンで、まあメインの台が思ったほど客が伸びなかったなっていうときに、その少ない台数しか買わなかった、最近で言えば冬のそなたリメンバーとか、この仮面ライダーフルスロットル闇のバトルバージョンなんかはある意味穴と言えるんじゃないですか。これはもう逆にもうホールさんを無視してお客さんにうちのメーカーはまだ甘いですよっていうのをですね、リメイクした台でアピールしてるんじゃないかと僕はもうつくづく思います。協力は正直まだまだピンチが続いているんですけれど、そういう優しさを示すことでですね、協力ここにありをですね2018年示してるという気がしないでもないですね。あ、今文字大きかったですね。疾風だとかですね、この旋風だとかいろんな文字が出てくるんですが、これ結構大事です。まあ、大きな文字でのタイライダー1号2号出ました。さあこのカットインも何か変化がありそうですよね。さあそろそろもう3時間を超えるバトルになりそうです。さあ見事勝利です。撃破。いやー、このねレインボーのベルトが出てくる時のトーっていう掛け声がやっぱりいいですよね。なんか懐かしいなって気もするんですね。ライダーが初めてパチンコ台として登場した時だとか、本当にまだまだそんなにこうメジャーじゃない時も思い出すんですけど、まあ、こうやってまだ10年以上ライダーが出続けてるってこと自体が嬉しいですよね。さあこれがもう29回目です。そしてまた昇格演出が入ります。もう見てて分かります。もう本当にこの2000発への超ライダーボーナスが多いでしょ。どう見積もってもですね、1回の大当たりにつき平均1000発は見てていいのかなって気がします。つまりこれももう29連チャンして、まあ本当に30連チャン、最初の初当たり入れると30連チャンしてますから、もう3万発をここで出しちゃってるっていうのが紛れもないこの出玉のミスなし感はないというか、むしろちゃんとですねそれなりに出てくれてるし、右の 50% ぐらいが本当に
ちゃんと超ライダーボーナスで2000発出てるということが分かりますし、通常時の画面の時にですね、その戻ったらマークがこう並びますんでね、ジョーズの討伐マークみたいな、あ、出ました、30連チャン目です。いや、もう30連本当にいっちゃいましたよ。どうです、最近はホールで 3時間連チャンしっぱなしなんて経験皆さんありましたか？なかなかね、ないですよね。例えば呪術つなぎで途中で1時間ぐらい球飲ませてたとか、あともう本当にずっとこう球を入れててやっとこそ当たって本当に10連チャンぐらいして1時間半ぐらい当たってたかなっていう経験はあっても、なかなか3時間当たりっぱなしっていうのはないですよね。それを実現したというか可能にしたこのライダーってマジですごくないですか。しかもそんなに出玉的に見劣りしないですから、マックスを打ってると変わらないですよね。だからそこはやっぱ319分の1で右打ちに、まあ、2000発をちゃんと残せたというところが大きいですし、そのスペック的に言うと保留の4個と時短の4個で8回チャンスがあるし、まあ、通常時は4個と1個で、まあ、5回チャンスがあるシンフォギアタイプなんですけれど、まあ最初のバトルでちゃんと5回目とかで当ててこうやってバトル突入すると、このバトルタイムが結構元気がいいですよね。やっぱり 85% は伊達じゃないなって気はしますね。皆さん全部が全部本当にこんな連チャンするのが、まあ、85% だとは思わなくても大丈夫ですけど、どこかでこんな塊があるということだけは絶対にですね信じて、おスイッチ狙ってみてください。結局僕はこれ1000円でずっと今3万発出てるわけですから、10万円に化けちゃってるわけですよね。いやいやいや、もう逆に怖くなるぐらい本当にこの台が甘いなと思います。もう表示は3万7000発です。まあ僕は打ち方がひどいですから出玉結構少なめで、まだ3万ちょいぐらいだとは思うんですけれど、あの1070ってのは総回転数ですから出玉ではないんですね。310分の1で当たってるっていう表示が出てます。このデータランプはなかなか丁寧ですけど表示がちょっと分かりづらいってところはありますね。さあ、また疾風がでかい文字で出ました。赤加速でここでどん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 加速していきます。さあ、これでシルエットが、さあストリンガーです。さあタイトルはどうでしょう。ああ、何もメラメラがないですね。そろそろ終わっちゃうんじゃないかっていう気もしないでもないですが、チャージが完了しました。あ、はかかっていうのはもうこれで大丈夫でしょう。はい、大当たりです。あ、これ本当に 85% と言わずになんか本当に 98% ぐらいじゃないかってぐらい、なかなか終わらないですね。いや嬉しい、本当にね、こういう連チャンを20年前に旧爆裂 CR 機で味わったからこそ僕は40歳からパチンコを覚えちゃったわけですよ。皆さんどうですか、この連チャンの快感をですねたっぷり味わわせてくれる仮面ライダーフルスロットル闇のバトルは捨てたもんじゃないですよね。いや、もう出玉バンバン増えちゃってますよ。4万発表示までいっちゃいそうですね。はい、32連チャン、まさかの32連チャンです。さあ、これも加速赤いきます。32連勝中が表示出てますから間違いなく1台の映像をつなげてるんで、何の小細工もなく僕が3時間かかった映像をですね今こうして、まあ1時間半ぐらいにですねなんとか編集してご覧いただけるようにしてるんですけれど、
まあ、こうやっていろんな当たり方と言いながらも、もう30回になると同じような当たり方ばかりになりますし、皆さんもこれで自分の時はこうなるんだっていうような感じでですね、見る分にはなかなか面白いんじゃないですかね。早くカットインが出てまた勝っちゃいますよ。いや、この台マジで本当に40連ぐらいいっちゃいそうですね。なかなか多くのライターさんだとか、まあ強制ロムで要はホールではなくてですね、メーカーさんのショールームで打つ映像なんかだと、まあ連チャンするようにできてますから、時間内に連チャンとか言って最高で15連チャンぐらいを見せて終わっちゃった動画なんかもあるんですが、こうやって本当のホールで、まあ3万発4万発の出玉を出してる人間がですね、漫画家なんですよ。しかも釘全然見れないんですね。しかも65です。もう本当にですね、パチンコが好きなだけでこうやって勝ってるという現実はどう受け止められるか分かりませんけれど、最近ですね、僕はいろんなところでインタビュー受けることが増えて、僕のインタビューを目にすることが増えてると思うんですが、今本屋さんに出てるですね、パチプロ7の復刻版っていうのがあるんですが、これハイエナの漫画のベストセレクションなんですが、このハイエナのですね、ベストセレクションに出てる、大工の源さんやモンスターハウスやギンギラパラダイスや、バトルヒーローなんかをですね、懐かしく思っている方、刊末の僕のインタビューなんかで、僕のこの25年間の収支表を見てですね、多分びっくりされてると思うんですね。今もう3800万円を超えて、まあ、ものすごい額になってきます。もうすぐもう7900万円になるんですかね。だから僕は今65歳ですから、70歳ぐらいの時に1億円生きてればパチンコで1億円勝った男というんで、マスコミがまた飛びついてくる可能性はあるかなって気はしながらインタビューに答えてました。まあ、ギャンブルジャーナルや他のサイトなんかでもですね、インタビュー受けてますんで、もし目に留まったらですね、僕のパチンコ人生を振り返るインタビューと、まあ、カニ歩きがどうしてこんなに有効なのか、ボーダー派が最強だと言い続けた人たちもだんだんこう声をですね荒らげて、オカルトだって非難しなくなった部分はですね、まあ、僕が実際にこうやって25年間、まあ、首も見れずに勝ち続けてるっていうところが大きいと思うんですね。またハートが暴れちゃいましたね。まあ本当にこういう感じで、連チャンをし続けてるという証拠を YouTube で流せちゃう、まあ、本当に動画が見れちゃう時代になったっていうのは大きいと思います。こういうのがないときはもう嘘だなんだという、こう口から出まかせを言ってる本当にホラ吹き親父だという扱いを受けてる時期もあったんですけれど、まあ、こうやって証拠をたくさん残せるようになってくると、仮に僕が亡くなった後でもですね、この動画は永遠に残るわけですから、あの漫画家って本当にこんなに当てながら遊んでたんだっていうことがですね、分かってもらえると思うんですね。しかも全国でまだ台数も入ってない真相初日にこうやって連チャンをやってるって映像を撮れてる方がまず他にいないっていうことですよね。ドンキホーテだから撮れたという、さあしっかりアマゾンとライダー X も勝ってくれてます。いやー、これ本当誰も負けなくなっちゃいましたね。いやー、ストロンガー以外も結構勝ってますよ。さあ、もうこれ最初6回の台に座ってるんですもんね。35連チャンしてるっていう、この点滅は35連チャンを示した後に41で今41回目の大当たりというのを表示する新しいデータランプですね。さあ、ここでまた昇格します。もうフルスロットルアタックがあるかないかで全然違ってきますと、この台ちゃんとこれがお約束のように出てきてはですね、2000発に昇格するんで出玉がどんどん増えていきますよ。まあ、そうやって僕のインタビュー記事なんかを見て多分多くの方が驚かれるのが、基本的にですね、やっぱり
このパチンコで立てていくっていうパチプロの方たちとか、普通のそのボーダー派の方たちとパチンコに対するスタンスが全然違うっていうことですよね。だからもう球が見れないからっていう部分もあるんですけれど、まあ釘が見れないっていう、その釘が見れないことがむしろ功を奏してるのかなって気がしてしょうがないんですね。まあ多くのパチプロっ子の方がこう覗き込んで、これは回らないなって通り過ぎるような台に座って連チャンさせてるんで、ああパチンコって釘じゃないんだなと思いながら25年間来ました。当然ね、よく回ってブンブン玉が増えていくには越したことはないと、そんな好条件の台なんて今のホールで探すことの方が難しいという現実問題を考えると、あ、僕はですね、今の時代に合ってる打ち方をしてるからこの2018年にこんなに勝ててるんだなっていうことをですね実感してます。もう粘ったからといって大連チャンしてくれる台って意外となくて、こうやって座ってちょこっと当てた人が連チャンするっていう台がめちゃくちゃ増えてるなって気がするんですよね。だつまり素人向けに台ができてるんであれば、こうやって素人を立つってことをちゃんと見せられてるという部分では、僕はもう下手に釘の勉強しなくてよかったなと思います。もし釘を勉強してると、あ、この台ダメだと言って、釘で判断して台を離れることも多くて、お宝台を逃してることが多いと思うんですよね。多くの人は釘が空いてる台、お宝台だとか言って、プロの方は座ってますけど、勝ててるのはあんまり見たことないんで、あ、やっぱり釘じゃないなっていうことをですね、僕は思うんですね。やっぱり座った瞬間の反応ですよね。台がどう反応するのか。もう本当におスイッチが多いというのは、座ってすぐ反応する台で当ててるから、おスイッチが多くて当たり前ということです。さあ、ダブルライダーゾーンはまだまだ出ます。もうこのダブルライダーゾーンに入るってこと自体がもう、ライダーで勝つための必須条件と言えるんじゃないですかね。まあ、これだとストロンガーじゃなくても勝てちゃうんじゃないかっていう。さあ、もう表示は4万発を超えてます。実際の出玉は僕の方はもうすぐ4万発かなという、相当無駄打ちをしてるってことですから、もしこの辺を見るとプロの方はなんでちゃんと止め打ちをして節約しないんだとかいろいろ言われそうですけど、まあ僕はもうこういう親父打ちをしちゃって、しかも堀を常に満タンにしようと心がけてるおかげで、まあ連チャンしてくれたのかなと思ってるんですよね。だから節約した球よりは連チャンした球の方が多いからいいんじゃない、本当に別に損はしてませんよっていう感じがあるんですね。はい、アマゾンみんな出てきて、ライダーボーナスです。いやー、もう本当にいつ終わるんでしょう。とっくに1時間以上喋り続けていますが、僕の台はまだ連チャンが終わりません。もうホールではもう3時間半過ぎてますね。もう8時半を過ぎたぐらいで表示が4万4000発。これはすごいことになりました。あ、とちょっと違う偽善が入ってきましたね。はい、うん、このフラッシュがどれくらいの信頼度なのか、どれくらいなのか、まだ真相初日で、まあ、スペック自体もよく理解はしてないし、全くよく分かってないとかなんですけど、こっちの方が信頼度高いのかな。当然敵出てきますよね。どうでしょうか。うん、でこんなので負けたらやだな。いつもと違うって言えば本当に爪で図柄が止められてたっていうことですよね。さあ、この勝敗で演出の信頼度を判断してみましょう。うわ、あ、分かってるんだ。あー、当たった。大丈夫なんですね。ああ、ああいう疑似連もあるんだなということをですね、改めて、赤の加速だけじゃない、中出目が7だけの加速の繰り返しではなく、こうやって爪の図柄での疑似連も
OK だと。いやもう見事に勝ってくれました。ライダーボーナス絶好調ですね。どうです、これ見てると皆さん本当に打ちたくなりませんか。なんかこういう台の登場ですね、僕は2018年の冒頭でですね、こんな時こそ何か救世主が現れるんだっていうことをですね言ったのを覚えてる方もいらっしゃると思うんですけど、本当にね予想外の台が爆発して、そしてパチンコのピンチを救うってことがもう何年も繰り返されて、この25年間の中で何度も僕がこう目撃してきたことなんですね。だからですね本当に何の疑いもなくですね僕は打ち続けて2018年本当に会長に勝ってるんですね。だからマイナーな意見を言ってる人たちって普段からパチンコ勝ってたのって逆に聞きたくなるし、そういう当たらないっていう印象を強調してるがゆえになんか負けてるんじゃないのっていう気がして、やっぱりネガティブな発想ってパチンコを負けの方に導いてしまうのかなって気がして仕方がないですね。まあ僕は能天気だポジティブだって言われる部分はそこなんですよ。あ、出ました、レインボーの、うわこれがいい、ここで見れますか。これもう29連目ですよね。あ、39連目だ。もう39連目でこの出た、ライキック出ました。いやいや、もう初当たり入れるところで40連ちゃんですよ。いやもう40連目で余裕の大勝利、これは当然超ライダーボーナスになりますよね。もうこれは楽しみだ。さらに2000発上乗せです。で表示4万7000発で、まあ、僕の出玉も余裕で4万発に来ますね。いやパチンコ楽しいな。なんかね、疲れたよとかなんだよってこう言うのも嬉しいけれど言っちゃってるっていう、パチンコファンあるあるですよね。アクセル全開昇格フルスロットルアタックは超ライダーボーナスに昇格です。これで4万7000発表示までいくでしょう。いやこれはよくやってくれました。39連勝中です。もう15回も超ライダーボーナスを当ててたんですね。単純にもう3万発はそれだけで出てるわけですから、まあ他のが少ないと言いながら20回でしょう、まあ、1万5000発以上は出てなきゃいけないってとこですね。さあまだまだ連チャンが続く感じですけど、ちょっとあっさり転敗しすぎじゃないですか。若干あっけなく転敗しましたね。なんかこれといったチャンスアップの中で、ここが問題のチャージするアタッカーですね。さあチャージ完了からの勝負です。あ、青カットインだ。これはちょっと不安ですね。あー、初めてストロンガーが負けた。あ、終わった。うわうわ、まあいいや、40回で4万7000発表示ですか。まあよしとしましょう。